青。青、青、青、壁は基本式名の一つで、晴れた日の海や瑠璃のような色の総称である。青は、英語の外来語のブルーに相当する。感色の一つ。また、光の三原色の一つも、青と呼ばれる。青色、青色、青色は、同義語。国際照明委員会、CIA は435.8ナノメートルの波長を、 RGB 表色系において、青、B と規定している。青は、緑色などの感触全体を指して用いられることがあり、このように青と緑が明確に分析されてこなかった言語は世界に例が多い。青という基本式名は、その他多くの固有式名を総称として含んでいる。例えば、水色、空色と呼ばれるような明度が高く彩度の低い、淡い色合いのもの。 紺色や藍色、群青色などの明度が低い、濃い色合いのものなどが青に含まれる。空の色には、空色という固有色名があるにもかかわらず、青空と呼ぶことなどが良い例である。現代の青に相当する色として、日本では伝統的には藍や花田を用いてきた。これは日本において、 青を表現するための染料が古来は強草であり、その色を過色と呼んだことに由来すると思われる。後には染料として愛が用いられるようになり、愛や花田が青系統の色を表す総称として定着した。しかし、これらの色名も現在は基本的に青と総称するようになり、愛や花田が固有色名としての性格が強くなっている。日本語の青春、青葉。 青信号と同じく、現代の中国語でも、という字は、緑と同義語である、青菜、賃菜、青草、賃茶を、青胡椒、賃茶をなど、そして、ブルーを、グリーンを、緑、インディゴと表記して区別する。青と訓じられる漢字として青及び壁もある。これらもまた総称としての青の範疇であるが、青よりも固有式名としての性格が強い。 青は、干した青草のような色、世気のない青色を指し、不透明、くすんだ青色を意味する。草草は、青々とした様、草木などの茂る様を指す。中国では、青を時々使う場合は、曇り空、円山のような、くすんだ青色を指し、例えば、総望的天空、円山草草、という表現がある。この点で、青、壁、愛とは区別される。一方、 壁は青く澄んで見える石の意味があり、青色ないし緑色を表す。また、無色の奥から浮き出す青緑色とある。壁は緑とも読む。その場合、青よりもさらに緑色に近い色であることを強調して用いるケースが多い。色合いとしては青緑に近く青に含まれるが、青や愛とは確かに区別される。中国では 特に玉石の色を指す。日本語の青の推測の息を出るような語源はつまびらかでないが、白、剣色、黒、暗色、赤、名色と共に色を表すごとして、古くから用いられてきたものでる。しかし古代においてこれは、現在の青色、緑色、紫色、灰色のような非常に広い範囲の色を総称して、曝色用いられていたと考えられている。 現代でもいくつかの語にそうした影響が残っており、特に緑色を指す青の用法は広く見られる。また、各地方ことで青は黄色まで指していたとされ、大日本方言辞典によれば、青森、新潟、岐阜、福岡、沖縄といった地方では青は木も意味した。このようなことから日本語の青を表す言葉のの範囲は、 緑、青、緑、青、青、紫まで幅が広いほか、一部、黒、暗色と重複する、青毛の馬など。片山流邦が考察した一説として、日本語の青は、アフイコールアが合う、または、その連用形の、アイイコール感、隣合うの意と関連した子であり、アイヌ語のアフ、貝の高い感とも関連するもと捉えられている。流邦によれば、青とは、 黒と白の範囲の中間色を意味する、間、アヒから来ているとされ、流方はさらに現世と高いの中間の意についても、触れている、沖縄でも青はこの、アイ、マから派生した語であるとしている。したがって、ヤマと、アイヌ、琉球における、青の語源の流れは同じところから派生したものと考察している。青、ブルーは、光の三原色の一つで、 カラーモニターやウェブサイト上で用いられ、赤、レッド、緑、グリーンと共に使われるため、RGB と呼ばれる。この場合の青は RGB 値で表すと、で表され、ウェブブラウザでブルーと指定したときは、16真数を用いて 000FF 0として定義される、渦。色合いとしては日本語の青からイメージする色合いよりもやや紫みを帯びた濃い青。 群青色である。ウェブカラーとしてはさらにライトブルー、ミディウンブルー、ダークブルーの3色が以下のように定義されている。現在の印刷で使われ合うはシアンと呼ばれる。プロセスカラーのシアンには最もよく使われるのは、ドーフタロシアニンのベータ結晶である、ピグメントブルー15、3で、これの分散性能を高めたものが、ピグメントブルー15、4である。どちらも、 ドーフタロシアニン青としては緑味である。また光の三原色の青に色合いが似た色はシアンとマゼンタでも作ることができるし特色として別の色を使う方法もある。ジスの規格では青及びブルーがそれぞれ定義されている。この両者の色は微妙に異なる色として定義されている。実際の色の違いは右の表を参照。愛は 太古より使用されており、現在でも重要な色素、染料、顔料である。現在より、はるかに高級であった、古来の絵画などで、美しい姿勢色を出す顔料には、半奇跡ラピスラズリを原料とした顔料を置いた。これは、海の彼方から運ばれてきたのでウルトラマリンと呼ばれ、新調された。その後科学が発達し、合成色素、合成顔料が生産されるようになった。 1704年にドイツで作られた根性プルシャンブルーは暗い青色顔料であり、最初の合成顔料とされているが、現在でも生産されている。青色顔料として、現在最も多用されるのは、葉力素に似た価格構造を持つフタロシアニン青であり、同フタロシアニンであるカラーインデックスジャネリックネーム、ピグメントブルー15、3などが常実シアンとして使用されている。 なおプルシャンブルーや、フタロシアニンアオより明るい青色顔料としては、コバルトアオ、アルミン酸コバルトや、セルリアンブルー、スズサンバルト、コバルトクロムアオ、コバルトマイナスアルミケイ素酸化物、オキサイド COALSI、酸化コバルトアエンケイ素、オキサイド COOZNSI、マンガンアオ、バナジウムジルコニウムアオ、トルコアオ等がある。現在より、はるかに高級であった。 古来の絵画などで、鮮烈で深い青色を出す顔料には、半季跡ラピスラズリを原料とした顔料を用いた。この顔料は、ウルトラマリンと呼ばれ珍重された。フランス・イタリアでは、海のカナタから運ばれてきた青色だったので、フランスでは、ブルー・アルトレイマーと、イタリアでは、ブルー・アルトレイマーと呼ばれていた。カラー・インデックス・ジャネリックネームは、ピグメント・ブルー29である。 フレンチウルトラマリンとも言われる。極めて高彩度で、いかなる顔料でもこの色は再現できない。ラピスラズリの原石を生成し、ウルトラマリン、ブルーの絵の具を作る技術は12、13世紀に発達したとされる。ルリ、ラピスラズリは生成せずに用いられたこともあった。アズライト、アズライトは鉱石のド動項、つまり塩基性炭酸銅より得られる天然の 青色顔料である。15世紀から17世紀中頃にかけてヨーロッパ絵画で最も重要な顔料であったことは疑いがない。緑色の塩基性炭酸銅であるマラカイトと共存していることがよくある。他の鉱物性顔料と同様、粉砕したものをよく選別した後、水仙、引いて粉にし、水肥して製品とする。 細かく引くと単色になり着色力も弱いのでかなり粗めに引く。素流のアズライトは死生色をしている。絵画におけるアズライトの変色はニスによる見かけ上の場合が多い。変色はこの顔料は吸水してマラカイトができることがある。熱とオンアルカリで黒変酸に対しては酢酸であっても溶解する。ただし普通は安定している。 カラーインデックスジャネリックネームはピグメントブルー30である。根性は1704年にドイツで作られた青色顔料であり、最初の合成顔料とされているが、現在でも生産されている。通常、根性といえばプルシアンブルーのことである。鉄青、アイロンブルー、アイアンブルー、プロシア青などとも呼ぶ。カラーインデックスジャネリックネームはピグメントブルー27である。 アルミマイナスコバルト酸化物、アルミアエンコバルト酸化物、ケイソコバルト酸化物、ケイソアエンコバルト酸化物などは、顔料として使用される。これらは青色を呈する複合酸化物顔料である。複合酸化物顔料、ミックスドメタルオキシドピグメントとは、複数の金属酸化物を混合し、摂氏千度以上の高温で焼成した顔料である。 複合酸化物顔料は着色力が小さいものの耐熱性、耐光性に優れる。セラミックや耐熱塗料に使用される。焼成顔料、カルセンションピグメントとも呼ばれる。スマルト、コバルト青、アルミ酸、コバルト、スズ酸、コバルト、コバルトクロム青、コバルトマイナスアルミケイ素酸化物、コバルト亜塩ケイ素酸化物などがある。スマルトは、 最古のコバルト系顔料である。ガラス質の人工顔料で酸化コバルトを持ち濃く着色した計算ガラスを粉砕したものである。カラーインデックスジャネリックネームはピグメントブルー32である。コバルト青はアルミ酸コバルトであり、海外用としては1800年代の中頃から好んでよく使用されるようになった。海外用としては岩水酸化クロムの絵の具などと混合し、 用いられ、コバルトクロム緑などより美しい緑を作る。一般的には酸化コバルト1に対し、酸化アルミニウム4から6というものが多く、コバルト含有率はそれほど高くない。カラーインデックスジャネリックネームはピグメントブルー28である。鈴酸コバルトをラウニー紹介が油絵具等に用いたのは1860年代になってのことである。 その時の名称がセルリアンであり、現在でもラウニーはセルリアンの名称で販売している。鈴酸コバルトは糖0工では6小色になる得意な色合いの青色顔料である。英語のセルリアンは青空色を意味する。カラーインデックスジャネリックネームはピグメントブルー35である。コバルトとクロムを含む酸化物型容体で剣道性は極めて高く、 絵画技法をはじめ、耐熱性を要求される分や、例えば用業に至る広い用途を持っている。コバルトクロム緑の編集で、クロム含有量が少ないもの。カラーインデックスジャネリックネームは、ピグメントブルー36である。計算コバルトアエン青は、コバルトアエンケイ酸化物である。姿勢色の含量で隠蔽力は高くない。重要な用途は、 現在のところ存在しないが、絵の具における濃色コバルト青を代替している。傾向にゃ、コバルトブルーディープの名で、顔料や絵の具として流通している。カラーインデックスジャネリックネームは、ピグメントブルー74である。アルミケイ素コバルト酸化物を参照。根性と呼ばれる。マンガン青は極めて赤みの少ない青色顔料である。年代から工業的に、 製造されるようになった。得意な色相を持ち、現在でもたのが暗染料で代替できない色合いをしている。環境配慮のために現在製造されていない。カラーインデックスジャネリックネームは、ピグメントブルー33である。青色を定色する、有機顔料をここでは、青色有機顔料と総称する。インディゴ、フタロシアニン以外に、アントラキノン系の青色顔料である。 インダンスレンブルー、ピグメントブルー 60, ピグメントブルー 64, 印刷などに使用されるアルカリブルーなどがある。インディ5、インダンスレンブルーは、剣染め染料である。愛は植物である愛から取れる青卵の色料である。現在では、合成愛が存在し、素性は同じである。ただし、植物である愛は微量ながら、赤紫の染料も含んでいる。これを集めて、 赤紫に染色することも不可能ではないが合理的でない。愛は染料として認知され染色に使用されるが顔料であり体質顔料に定着させる等の処理をせずに顔料として使用される。カラーインデックスジャネリックネームはピグメントブルー66バッドブルー1及びナチュラルブルー1である。青色顔料として現在最も多用されるのは葉緑素に似た 化学構造を持つフタロシア人である。1933年 ICI、インペリアルケミカルインダストリーズ社のリンステッドたちがフタロシア人命名。1935年に工業化され、モナストラルブルーの名で商品顔料になった。アメリカでは1936年に別の名で取引が始まる。鮮明で着色力が非常に強く。 プロシアオの倍ほどの着色力がある。濃色では赤みが強いが単色では赤みが減じる。有機溶剤には溶解しない。濃硫酸塩酸以外の酸、アルカリには溶解しない。酸化剤、還元剤にも耐性がある。赤と木の光をほとんど吸収し緑と青の光を反射するので、三色印刷に求められる理想的な純粋の青に極めて近いものになる。 絵の具として商品化されたのは1936年に商品化されたすぐ後である。フタロシアニン青である、ドウフタロシアニンカラーインデックスジャネリック、ネームピグメントブルー十五三などが印刷以外でも、色の三原色の一つという認識のもと使われることがある。カラーインデックスジャネリックネームには、ドウフタロシアニンのピグメントブルー十五無金属フタロシアニンのピグメントブルー十六 ドフタロシアニンのピグメントブルー76等が記載されている。他にもアルミニウムフタロシアニン等様々ある。ドフタロシアニンも無金属フタロシアニンもよく用いられる。フタロシアニンの便ン,ン管にする本元を導入して、可用性色素、染料とし、金属塩を用いて、冷気化したものは鮮明で安価なので学童用に用いられることがある。しかし、対、 光性に劣り、油エグ化すると、ブリード、進出する。フタロシアニン緑は、フタロシアニン青に続いて開発され、塩素化同フタロシアニンは1838年に商品化された。カラーインデックスジャネリックネームには、ピグメントグリーン7、中素化塩素化フタロシアニンのピグメントグリーン36。 カエンソカエンフタロシアニンのピグメントグリーン58が記載されている。液晶テレビを含む液晶ディスプレイのカラーフィルタの緑には構成要素としてピグメントグリーン36が使われている。人々が自然の中で最も身近に接する晴れた空の青色は光の波長より小さな空気分子が短い波長をより多く散乱するレイリー散乱によるものである。 日中は太陽の光のうち波長の短い青色が多く散乱されて我々の目に届くため青く見える。この青空の色の原因についてはそれがあまりに日常的であったため古代にはあまり注目されてこなった。それが説明されるべきものと考えられるようになったのはルネサンス以降である。晴れた日に海など屋外の水面を斜めから見た時それらは青く見え、 通常回は青いものと思われている。こうして目にする青さのほとんどは青空が映っているからであり、他の状況では海は様々な色を呈する。ただし水は超波長の可視光をより多く吸収するので、海中でものは青っぽく見え、また海中の浮遊物やある程度の深さのある珊瑚礁のような明るい底にあたって反射してきた光もそれそのものが多く見える。 花の色素としては青色は比較的稀である。特にカーネーションやバラなどにおいては交配によって青い花を咲かせる品種を作り出すことが困難であり、近年では遺伝子操作によって作り出そうとする研究が行われている。青いバラについては不可能、幻を表す代名詞ともなっている。ちなみに花色という色名は青色の一種であるが、これは 強草の花の色とされる。鳥の羽の鮮やかな色は様々な方法で作り出されているが、青色の場合は青空と同じように選択的な産卵を用いていることが多い。ただし、孔雀の羽は蝶と同じく光の干渉を用いたイリデッセンスによる色である。色名の孔雀青は緑がかった青色を意味するが、実際の孔雀の羽は 光線の状態や角度により様々に輝き変える。月は極めて稀に青みがかって見えることがある。過去に大規模な森林火災や火山噴火で上空に地理が巻き上げられた時に観測されており、1マイクロメートル程度の地理が赤や黄色の長波長の光を多く散乱るために起こる。火星の夕焼けも同様の理由で青い。こうしたことから英語で ブルームーン、ブルームーンは極めて稀なことを意味することになった。なお、5回から1月に2度目の満月も実際の色に関わりなく、ブルームーンと呼ばれる。青色が寒色であるというイメージとは裏腹に、オリオン・ザ・ウェータ星、リゲルなど青みがかって見える星は、通常、他の星より温度が高く質量が大きな若い青色超巨星や青色巨星である。寿命は、 数千万年かそれ以下と短く、我々の太陽のようなより長い寿命の星から見れば、一時だけ激しく輝いて去っていく星である。最後には超新星爆発を起こして中性死星や、ブラックホールになると考えられている。リゲル同様、青白く輝く、オイヌザアルファ星、シリウスは超巨星や巨星ではなく、主系列星だが、 やはり表面温度は高温で、その青白い輝きから、青星という和名を持つ。また、炎でも、比較的温度の高い、酸素供給量が多い方が青く見える。食物の色としての青については、着色料で、チョコレートやコンペイトなどの菓子を青く着色することは、あるが、自然界に存在するものとしては、青魚ぐらいしかなく、青野菜は緑色である。 洋の東西を問わず古代には、青色は日常と異なった別世界の色とされる傾向があり、日常の世界では重要な役割を果たさないか、時に死体の色を連想させることなどから忌避される色でもあった。石器時代を通じ、青は作り出すことも難しく、青く染色されるものはほとんどなかった。黒に対し明るさを担う白。 鮮やかさを担う赤という多くの古代社会での三つの基本色に対し、青は象徴的意味の弱いその他の色に甘んじ、色の分類的機能に加わることも少なかった。ヨーロッパではこうした傾向は12世紀頃まで続いた。古代イギリシャでは色彩を積極的に表す語彙そのものが少なかった。青色を表すためには二つの言葉、キュアノス、キューアーノスとグラウコス、 クラウコスが用いられたが、その意味は曖昧である。前者のキュアノスは、シアン、シアンの語源で、ラピスラズリの深い青色を指して用いられたものの、むしろ明度の低い暗さを意味し、黒色、紫色、茶色をも表した。ホメロスはその深みを神秘的なものや、恐ろしげなもの、または珍しいものを形容するのに好んで使用している。一方、クラウコスは、 瞳や海の形容として用いられたが、青色、緑色、灰色、時に、黄色や茶色をも表し、むしろ彩度の低さを意味していた。緑内障を表す英語グローコーマ、グラウコーマの語源はこのグラウコスであり、多くの場合、失明の危機をもたらす、緑内障などの疾患を患った、くすんだ瞳の色を表すのに用いられている。古代ローマでも青はあまり注目されず、 青とされるラテン語のカエルレウス、カーリアスは、むしろローの色、あるいは緑色、黒色を表していた。ローマでは、青は、模服の色であり、何より、ケルト人やゲルマン人などの野蛮さを象徴する、憎むべき、もしくは回避すべき色であった。例えば、青い瞳を持つことは、醜さの一つのようにみなされ、タキトゥスは青く、体を染めた、ブリトン人の軍隊を、幽霊の軍隊と呼び、 ダイプリニウスは、ブリトン人の女性が体を青く染め忌まわしい式を行うと主張した。古代ギリシャ、古代ローマとも虹の色を様々に分類したがそこに、青が加えられることはなかった。中国でも青は、人のものではないという意味合いがあった。同郷であの世とこの世を結ぶ門であるとされる、中国法と基上の門は青色に塗られており、手を触れると式が近づくされる。 他の民族では、アイデアをく染めることが行われ、青ないし、緑は、神秘さや異世界の色を表しもした。中東やエジプトでは、魔除けの色であり、また死者を守る葬儀や死と結びついた色でもあった。バビロンのイシタルモンは、青い左右レンガで彩られ、インドのカーリダーサは、芝神の肌の色を青と表した。旧約聖書では、翻訳による、 色彩用語の変遷が大きいものの、神の足元もしくは玉座には、青いサファイアがあった。その後、ヨーロッパでは12世紀に青はそれまでの控えめな地位を、捨て、数十年のうちに、最も美しい色だとされるまでになる大変化を遂げた。この時期、絵画の中の聖母、マリアの服装はもに服す暗い青や黒から明るい、青へと変化し、マリア数形ととに、 青の地位も向上していくことになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。